本日、二人目のゲストを紹介したいと思います。生田リラさん、よっどうぞ。よっやったよろしくお願いします。まずはまあ今回一緒にね、はい、あのやっていただいてありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの足りない少ないで、はい、一緒にあの歌わせてもらいましたけど、はい、本当に素晴らしい、歌で、あの僕はあの本当にあ。こんなこう芯の柔らかさもあるのにこう芯もあって色気もあってなんかすげえなーと思ってすごく刺激になったんですけども、あの今回の足りない少ないはあのどうでしたかね、はい、なんか今までにやっぱり挑戦したことないようなちょっとこう大人さと少女さがこう混じった感じだったので、それはすごく今までにない感じで楽しめた感じがありました。ありがとうございます、はい、まあ、作詞作曲加藤、はい、加藤さん、はい、歌詞もね NG なしと言っていただいたので、はい、あの伸び伸び書かせていただきました。 ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、その足りない少ないアコースティックバージョンなんですけども、はい、これをまあ今日は初めてですね演奏するのはあの聞いてもらおうと思います。はい、
ありがとう。ありがとうございます。今日はこういったなかなかない機会なんでね。そうですね。はい、もう一曲、一緒にね歌わせてもらいましょう。はい、お願いします。夕立の凍ってる街の中、それじゃまたねと小さく降るよ。改札の三機目で追いかけて、期待通りにはなかなかね。小さく